everyone. 今日は質問というかお悩み事をいただいたので、それに答えたいと思います。ですね、Are you? とか Do you? ってもう意味がわかるんだけど、実際聞かれた時に Are you? って聞かれたのに Yes, I do! って言っちゃったりするっていう人がいたので、どうすればいいですかって言われたんですけど、それはですね、慣れしかないですね。慣れるしかないですね。で、慣れるためにも Are you とか Do you っていう基本的な会話をねする機会があるといいんだけど、なかなかないよね。みんな日本に住んでて 99.9% を日本語に囲まれた生活をしてると思うんですが、独り言をね言うととってもいいので、ぜひ実践してほしいんだけど、なかなか忘れちゃって気がついたら頭の中なんか日本語だよね。なので、あえてちょっと練習するための方法をご紹介したいと思います。これはね、まず練習してみましょう。Are you? Yes, I am. Are you? No, I'm not. Do you? Yes, I do. Do you? No, I don't. っていう感じです。で、どう簡単でしょ？でも何度も何度も言ってると Are you? Yes, I am. Are you? No, I'm not. ってパッパッパッとね、出やすくなってくると思います。で、Do you? って聞かれた時に Yes, I do. って言ってパッと Do が意識的に出てくるようになるといいですね。で、その練習を何度も自分でしてほしいのと、あとはね、こんな感じで、こういうね、Yes と No のカードみたいのを作ってください。それで、友達なり家族なり誰かちょっと引っ張ってきて、例えばですね、その人がポチッってなった時、こんな感じ。例えば、Do you? Yes, I do. Do you? No, I don't. Are you? Yes, I am. Are you? No, I'm not. っていうのを、Are you? No, I'm not. って言って、パパパーっとできるかどうかっていうね、ゲームするといいと思います。これね、あんまり意味考えて、本当はやってほしいけど、例えば、Are you hungry? とかにして、なんか、さらにね、どっちかに設定しなきゃ答えちゃいけないバージョンとか作ってほしいけど、最初はもう、言われてパッと答えられるっていう練習のために、これちょっとやってみてください。そうね、これを何度もやっていくときっとね、慣れてきて、ああ、楽みたいになってくるときがきっと来るので、ぜひやってみてください。では、他に何か質問とか、こういう時どうしたらいいですかみたいなのがあったり、あとはこんなやり方いいですよみたいなアイデアもあったら、ぜひぜひ送ってください。Okay, so I'll talk to you tomorrow. Bye bye!